ジュリエット型1986年8月撮影、ジュリエット型潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。ソ連初の本格的な巡航ミサイル潜水艦として開発された。ジュリエット型の名称は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は651型潜水艦である。1950年代。 ソ連海軍の戦力はアメリカ海軍に比べ劣勢であり、特にアメリカが誇る空母打撃部隊や水上戦闘艦隊はソ連にとって重大な脅威であった。これに対抗すべくソ連海軍は対艦ミサイル砲和攻撃による米艦隊殲滅作戦を企てた。そのため大量の巡航ミサイルの運用、発射が可能な巡洋艦、駆逐艦、潜水艦などが必要となった。 このため、ソ連海軍は巡航ミサイル潜水艦を構想し、まず実験台として、ズールー型潜水艦の一部に R-11 ミサイルを搭載し、その可能性を検証した。ついで、本格的な巡航ミサイル潜水艦として開発されたのが、651型潜水艦であった。651型は、核弾頭を装備した艦隊艦巡航ミサイル4発を搭載し、 対米艦隊ミサイル飽和攻撃部隊の一角を担った。搭載兵装として、当初は艦性誘導型対艦ミサイルの P-5,P-6 を搭載していたが、後に衛星誘導型の P-500 に変更されている。本型は技術的特徴としては、船体構造に磁場の発生を低下させるために、オーステナイト製の船体構造材を採用し、 静粛性向上のため 50mm の高質ゴム製吸音タイルを船体に貼り付けた。居住性も在来管より改善され、寝台は乗組員1人につき1台の割合で配置され、空気浄化装置、空調設備も完備していた。1960年から建造が開始され、当初は36隻の建造が予定されたが、 より高性能な巡航ミサイル原子力潜水艦であるエコー型の完成により16隻で建造は中止された。ウィキメディアコモンズにはジュリエット型潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。